くよです。葵だぜ。物の値段ってどうやって決まるんだろう。お、なんだつくよ。何を見てそう思ったんだ。ちょっと前にお花見に行ったのよ。少しだけ屋台も出てたわ。綿飴の前で子供が買って、っておばあちゃんに言ってたの。おう、目の前で作ってくれるのが嬉しいんだよな。でもその子はキャラクターの袋に入った2本入りを欲しがったの。いくらだと思う？500円よ。近くにいた私の方が思わず、って言っちゃったわよ。そうだよな。縁日って楽しいけど高いんだよな。感心してる場合じゃないわよ。だって綿飴よ。砂糖入れて機械のスイッチ入れたら細い糸状になって割り箸で絡め取ってふわふわになるあれよ。砂糖と割り箸しか使ってなくて500円よ。砂糖じゃなくてザラメな。確かにザラメと割り箸だけ。綿飴の原価率はわずか 3% だから500円の綿飴なら原価は15円だな。マジで、たった15円。屋台では最も儲かるって言われてるからな。でもザラメと割り箸だけって言うけどキャラクターの袋代に口を縛るはゴム代。それに初期投資で機械を買って電気代もかかるしメンテナンスも必要だ。縁日のある場所への移動コストと人件費。目に見えないところで費用がかかってるんだぜ。それはそうだけど。ちなみにキャラクターの絵柄の入った袋は1枚30円。綿飴の倍もするけどお気に入りのキャラクターじゃないと買ってくれないから重要なアイテムだ。袋いらないから出来たてをちょうだい、なんて言われたらおじさん大喜びだぜ。やっぱムカムカしてきた。よし、今回は知らなきゃよかった。っていうくらい原価が安すぎるものを紹介していっちゃうぜ。気になるけど怖いわね。ちなみにこの話でいう飲食店の原価は材料費のことだぜ。製造元ならそのアイテムを作る過程にかかった制作費用だし。セレクトショップで言えばアイテムの原価はブランドからの卸値のことだな。商品の仕入れ値のことを原価って言うぜ。なるほどね。あと最初に言っとくけど製造会社や販売元によっても違ってくることだからあくまでも。平均的な話をするぜ。それを承知して聞いてくれよな。わかったわ。よろしくお願いします。まずは焼肉食べ放題だ。若い時は食べ放題行っては元を取ろうと必死だったわ。もう若くないって認めちゃってる言い方だな。まあ確かにお肌のカサカサ感が目立ってるけどな。聞く？違うわよ。今は味わって楽しめる落ち着きが備わったってことよ。ふーん、焼肉食べ放題の提供価格はだいたい2000円前後で一人当たりの原価計算は500円だ。90分で1980円っていうのがよくあるパターンよね。差額1480円。メインの牛肉が 1g イコール1円になるように金額設定してるって言われてるぜ。1kg 食べて1000円だろ。元を取れるのは大食い選手権にでも出場できるやからじゃないと無理かもな。そんな、元を取るには 3kg を90分で食べるくらいの体力が必要ってこと？今日は元取ったねーなんてご満悦で帰ってた自分が情けないわ。大量に輸入肉を仕入れているからこその価格だろうな。あ、そうそう、ちなみにつくよが好きなカルビは 100g 70円程度かな。安、力が抜けてきた。じゃあ一番高いのは、トントロはどこの店でも原価率が高いって聞くぜ。あとは牛タンも 100g 200円くらいだって聞いたぜ。そっか、覚えとくわ。まあ元を取りたければ野菜を食べることだな。肉なら漬け込んだりして多少の色はごまかせるけど野菜は鮮度が命だからな。日持ちしないってわけね。キノコやトマトは原価が高いから狙い目だぜ。あ、つくよが絶対食べるデザートは一番原価率が低いからな。ガーン。そういえばテレビで食べ放題の3時間前にトンカツを2切れ食べろって言ってたな。え、知らない、なんで？なんでもトンカツを事前に食べると有利脂肪酸が摂食中枢をさらに刺激していつもより空腹だと錯覚するんだそうだ。重要なのは食べる量と油を分解する時間。つまり食べ放題の約3時間前に2切れほど食べるのが効果的だそうだ。じゃあ今夜は食べ放題行くから朝から何にも食べないっていう私の努力は水の泡だな。あんまり空腹だと少しの量で満腹になっちゃうんだぜ。2回目のガーン。まあ食べ放題はいろんなものを食べられて楽しいって気持ちで言ってくれ。だいたい家で 1g 1円の焼肉なんてできないだろ。これだってお店の立派な企業努力ってことでどうだ。うん、そうね。食べ放題のお店は人件費の節約や工程のマニュアルかなんかで経費を抑えてるんだぜ。わかった、またみんなで行ってくるわ。お次は焼き鳥だ。う、また大好きなものを。遠慮なく行くぜ。販売価格100円。原価は30円だ。国産や外国産でも原価は変わってくるけどな。あ、串代入れると35円か。私の行くお店は1本160円くらいするわよ。高いのは280円とかってあったような。たまに全品99円セールなんてやってるけど。
あるお店では原価で一番高いのが65円。ぼんじりが61円だそうだ。5位のつくねが30円。え。ってことはあとは全部30円以下ですか。でもこの店の焼き鳥は月に3万本も売れる。パートさんに串に刺してもらってるんだけど平均1時間に50本刺せて時給が950円だから1本あたり19円だな。ほう？串に刺す工房っていうのが別にあってそこの家賃や光熱費が20万。3万本で計算すると1本あたり7円ほどになるんだぜ。ん、ってことは、これだけで1本30円でも56円のコストがかかってるってことだな。それでも安、でも焼き鳥屋さんって焼く人によって全然味が違ったりするよね。高いお金を出してでもあの店で食べたいって思わせる店ってあるよな。それにあんなに一心不乱に汗流して串を返してるのを見ると人権引け削れなんて言えないよな。いくら安くても美味しくなかったらお客さん来ないもんね。ちなみに生中ビール1杯300円の原価は200円。ハイボール代が300円で原価110円。ウーロンハイは300円が40円の原価が多いらしいぜ。私の周りってウーロンハイ頼む人多いかも。明日から生中にさせようっと。じゃあ次はかけそばに行ってみよう。そば粉って原価安いの？販売価格がだいたい200円からで原価が120円からってとこらしいぜ。そのうち麺は70円かな。それにネギが入って茹でたり出汁を取ったり光熱費が半端なさそうだよね。そうだな。人件費や家賃なんかも含めると儲けはほとんど出ないだろう。サービス商品じゃん。大丈夫なの？かけそばのみの注文が続くと店にとっては相当痛い。家賃、人件費、光熱費なんかのランニングコストを考えれば、いかに利益率の高いサイドメニューを食べてもらうかが飲食店の共通のポイントなんだ。トッピングって安くはないよね。天ぷらとかでしょう。店によっても異なるけど業務用スーパーで販売されている1枚40円ほどのかき揚げを乗せれば、400円前後で販売できるから、お客さんは安くて喜ぶし店の利益率も大幅に上がるな。業務用スーパー恐るべしね。実はエビ店はさらに利益率が高いんだぜ。小型の安い冷凍エビは1尾25円程度だ。切り込みを入れて叩いて伸ばしたところへたっぷりと衣をつければ傘は3倍にもなるからな。プリプリのエビが入ってる店もあるけど衣半分食べないと出てこないエビ店にも遭遇したことがあるわ。かき揚げよりも原価は安い上売り値は100円以上高くなるんだ。お客さんにいかにサイドメニューを注文させるか、死活問題なのね。続いてはショートケーキだ。生クリームにイチゴよ、イチゴだけでも高いのに。ショートケーキの販売価格はだいたい300円とすると原価は15円から30円なんだぜ。ありえないでしょ。クリスマスケーキも高いよな。3000円のホールケーキにしても原価は200円前後だけどな。ショックだ。これからは100円ケーキにしようかな。同じショートケーキでもお店のコンセプトや特徴によって見た目もサイズも使っている材料や手間のかけ方も違うからな。販売価格だって大きく変わってくるさ。そんなに違うものなの？例えばこだわりのケーキを作って材料費を計算したら135円になった。一般的な飲食店の原価率の平均が 30% って言われてるから販売額は450円になるんだ。原価率って？原価率っていうのは売り値に対して原価がどのくらいの割合でかかっているのかを表す数字だ。原価率を正確に導き出さないと気づいたら店を閉めなきゃならないくらい大きなズレが出ちゃうんだぜ。お店をやるって作って売るだけじゃダメなのね。数字に強くないからわけわかんないわ。つくよの数字の弱さはスザンヌさん並みかもな。やっぱりつくよに出資するなんて論外だってことだぜ。スザンヌさんね、失敗した有名人の飲食店でお金の計算ができないまま始めちゃったものだから。3ヶ月くらいでガタガタになっちゃったって半年持たずに店を閉めちゃったんだったわね。原価率を正しく出さないどんぶり感情だったのかもな。ケーキの原価計算って食材ロスも考慮しなきゃいけないんだ。食材ロス、そんなのも計算するの？ケーキって10個用意して3個売れれば大繁盛なんだ。1個売るには3個から7個捨てるとも言われるんだぜ。ケーキって食べたいからといって全ての人が大量に買って食べるってありえないだろう。砂糖や脂肪含有量を考えるとダイエット中の身にはちょっと。だろ、ダイエット業界の市場規模が恐ろしく伸びてることを考えれば、ケーキが大ブームになるって当分ないだろうな。ロスを考えると原価30円は210円かもしれないってこと？安売りのケーキ店は品揃えが少なかったり売り切れごめんって感じだろ。材料費30円のケーキを98円で売ったって悪くすれば1個110円の赤字だぜ。そっか、原価30円はショックだけど特別な日に感謝して食べる気持ちは変わらないわ。よし、次はハンバーガーだな。なんかそんな気がしてたのよねー。販売価格100円ほどに対して原価は60円から80円だ。
え、意外だわ。利益少ないじゃない。だろ、だから店側はぜひセットで購入してほしいんだぜ。セットにしたら安くなるんだからもっと損しちゃうんじゃないの。セットにしてくれない、サイドメニューも頼まないじゃ原価の他に人件費なんかもかかってるから。ほとんど儲けが出ないんだ。だからお得感たっぷりなふりしてセットを打ち出してるわけね。それにポテトってセット価格で設定してるから単品で買うと割高になってるんだぜ。ちなみにポテトの原価って聞いていい？知りたいか、販売価格が240円程度に対して原価は15円だ。なんと、15円なの。15円だ。ポテトの利益率はシェイクとかのドリンクとともに最強なんだぜ。シェイクいくら？17円。マジかー。次。おや、顔色悪いぞつくよ。でも構わず回転寿司に行くぜ。回転寿司は1皿120円ってとこかしらね。原価は50円くらいだな。あら、普通。っていうかコスパいい感じ。急に元気になったな。じゃあ特別にお得ネタを教えようかな。ウニが85円、マグロ80円、イクラ70円だ。回転寿司行こう、絶対行く。回転寿司は最強の外食産業だからな。安くてうまい店だけが生き残るっていうシンプルで。苛烈な競争を経てきた回転寿司は徹底した原価主義で独自の文化を築いてきたんだ。へえ、そうなんだ。1皿100円で仕入れ値が平均50円だなんて、こんな数字は他の業界ではまず不可能だそうだ。じゃあなんで回転寿司はできてるの？人件費の安さと廃棄率の低さが大きな理由だそうだ。通常のレーン以外にタッチパネルで注文したネタを直接客に届けるシステムがあるだろ。これって無駄になるしを減らせる上にホールスタッフの人員も削減できるからな。人件費を下げて無駄な出費を抑える。まさに企業努力ね。大トロが100円で出せるのは大手であればあるほど入荷する量が多いからだ。たくさん仕入れるから安くしてほしいって仕入れ先に交渉できるからな。仕入れ価格を抑えられるからなのね。じゃあ缶ジュースに行くぜ。缶ジュース、ピンとこないわね。自動販売機なんかで130円の販売価格なのに対して原価は5円以下だ。なんか動機がしてきたわ。コーラは3円。アクエリアポカリなどのスポーツ飲料が1円。ちょっと、お缶が。容器代は缶が10円でペットボトルが11円くらいだそうだから缶ジュースは13円かな。慰めにもなりませんけど。値段設定はだいたい原価の3倍以上が妥当って言われてるから39円かな。大阪のどっかで50円なんていう自販機を見たことがあって大騒ぎしたことがあったけど。ちゃんともう受けてたんだ。おいおい、これはあくまでもメーカーの原価だぜ。自販機を設置している業者とかには、その3倍以上で売らないと赤字の恐れがあるそうだからそうすると、117円だろ。だから普通の自販機では缶ジュースを130円で売ってるのね。そういえばあの安い自販機に温かいミルクティーが冷たくして売られてて大笑いしたっけ。あはは、それにもいろいろ事情があるんだよ。スーパーやコンビニって在庫管理の都合上、賞味期限が半年を切ったジュース類は仕入れてくれないそうなんだ。メーカーは困るんだよねー。賞味期限がまだ半年もある商品の在庫を大量に抱えることになるんだからな。賞味期限が半年もあるなら少し値下げすれば売れるんじゃない？新しい商品が次々とできてくるんだから在庫はパッとさばきたいじゃないか。ということで格安自販機を扱うベンダーが登場したってわけだ。メーカーはその人たちに売ってもらうのね。限りなく原価に近い価格で買ってもらって売ってもらうってわけだ。なるほど、それなら50円で売っても儲けが出るし在庫処分にもなってありがたいのね。次行くぜー、お缶は収まってるか、ドリンクバーだぜ。ドリンクバー、これも元取るには2杯以上絶対飲まなきゃダメだよなんて言ってた気がするけど。2杯、甘いな、提供価格300円から500円前後のドリンクバーの原価は3円から25円だぜ。缶ジュース5円ならそうだよねー。さっきも話したけど特に原価が安いのが炭酸系で1杯3円から5円だ。逆に高いのは野菜ジュースや果汁 100% ジュースで15円から25円だな。高いって言っても25円じゃん。その場で豆から作ってるコーヒーならシロップやミルクを使って1杯15円から25円だ。紅茶やお茶はティーバッグを使ってるから10円から15円だな。一体何杯飲んだら元が取れるのよ。まだ元を取ろうなんて思ってるのか、いろんなファミレスがあるけど。一番安いのはサイゼリアのセット価格200円だからそれで考えても最低7杯だな。7杯元取るためにドリンクバー頼むわけじゃないだろ。だいたい元が取れたら商売にならないぜ。そうね。ドリンクバーっていろいろ飲めるだけじゃなくて、自分でボタン押して自分で作る楽しみみたいなのもあるし。それは子供の楽しみだろ。まったく今年いくつになったと思ってるんだか。いつまでも無邪気っていいじゃん。開き直ったな。そんなお子ちゃま懐くよは注文しないと思うけど。
一緒にペペロンチーノなんて頼んだら店側の思うツボだからな。ペペロンチーノって麺とニンニクと唐辛子のやつね。まあパスタの中で最も具材が少ないわけだからな。原価105円くらいだぜ。こうなったらドリンクバーでボタン押しまくってやるわ。つくよが壊れかけてるから食品から離れよう。次はスーツだ。スーツ、ピンとこないもの持ってきたわね。つくよはリクルートスーツも着なかったかな。紳士服の場合の仕入れ原価 12% から 13% 程度で 29,800 円のスーツだと 3,600 円程度になるんだ。なんですと、あ、じゃあ流行りの2着目半額スーツっていうのはもしかして、バレちゃったかな。特に高いのは人件費で、紳士服売り場では接客から採寸、会計まで顧客にべったりついておく必要があるから効率が悪いんだ。でも同時に2着買ってもらえれば、この人件費や家賃や宣伝費などのコストは1着買った場合でも同じだよな。なるほど、そっか。つまり2着目を半額の 14,900 円で販売しても、原価 3,600 円を引いた 11,300 円がそのまま利益になるってわけだ。1着だけでコスト分も引かれると利益はだいたい 3,105 円だそうだ。2着売ることで店側の利益は 14,405 円に跳ね上がるってわけね。お次はブランドの化粧品だな。からくりが分かって跳ね上がってるつくよがもっと跳ね上がるぜ。化粧水の主成分は文字通り水だ。原料費は1円から2円。乳液の原料費2円から3円。クリームは5円から20円だ。ちょっと、何言ってんの？口紅が5円から10円。ファンデーションで20円から30円だ。お肌のカサカサ感を隠そうと高い化粧品買ったばかりなのに。いくらだったんだ？ 12,000 円。お気の毒様です。なんて心配するなつくよ。大切なのは原材料の成分だろ。化粧品を使うことによって肌の健康を守ったり綺麗になったりすることが大切なんだぜ。成分、だって成分名なんて見たって難しいし、よしあしだってわかんないもん。化粧品の全成分表示には配合量の多い順番に記載するっていうルールがあるんだぜ。だからなんなの、あ、もう、そもそもなんで化粧品ってそんなに高いのよ。価格の差は売るためのコストの差だっていうぜ。内容物を入れる容器や容器を包む包材の費用に、化粧品の研究開発費や安全性のテストなどの費用、ブランドのイメージを上げて、維持するための広告宣伝 PR 費用の他に在庫処分費用っていうのも重要なんだ。食材ロスみたいな。ブランドの乱売を防いでブランドイメージを維持しなきゃならないからな。他にも物流費や小売販売員への教育費用、チラシや DM などの顧客誘致費用、店舗の家賃、いろいろあるんだぜ。最も大きな経費が販売員人件費ね。その通り。おすすめは低価格帯の化粧品をしっかり使うことだそうだ。化粧品は値段が高くなるとその分効果も上がるかといえば、答えはノーだって言うぜ。ノーなのね。高くても大したことないのもある。スキンケア効果も化粧品の価格に大きく左右されることはないってことだ。高価格帯の化粧品はアルファの効果が期待できるけど、このアルファは本当にピンキリだって言うからな。コスパの良い商品を日頃からしっかりと使う。満足できないならばもう少し高い商品を考える。了解よ。じゃあ次は歯ブラシだ。化粧品を納得してくれてよかったぜ。納得したわけじゃないけどねー。歯ブラシは納得できそうな気がするわ。そうか、だいたい100円前後で売られてる歯ブラシの原価は1円だ。なんですって、どういうこと？あれ、納得できるんじゃなかったのか。無理でしょ、だって1円って何よ。ネットショッピングでホテルアメにて200本入りが2772円で出てたなー。使い捨て歯ブラシと歯磨き粉チューブがついてるんだけど、単価 13.86 円だぜ。出てたなーって。ちなみに100円ショップで最も原価の安い商品は歯ブラシだ。反対に原価の高い商品は土鍋、フライパンながらのほうきで、これらは100円以上の原価になるそうだぜ。ああ、うまくミックスできてるってわけね。お次はコンタクトだ。歯ブラシおしまい。先に話した商品で原価以外にかかるコストの話もしたからいいかなと思ってさ。コンタクトレンズ1枚の原価は5円から高くても30円だそうだ。コンタクトレンズって買ったことないんだけど、どんな感じ？商品自体は30枚入りで2000円から3000円以上するものもあるみたいだな。これは利益が相当出てるのかしら。原価率だけを見るとメガネより格段に低いし、化粧品並みかもしれないよな。ただやっぱりパッケージ代や管理費、販売費、諸経費、税金、その他いろいろ経費がかかるだろう。CM に売れっ子俳優さんたちを起用してるのも諸経費よね。そうだ。それにコンタクトレンズの場合はメガネと違って角膜に直接装着する高度管理医療機器という扱いなんだ。高品質のレンズを衛生的に生産する工場の管理や、
新しい製品を開発する研究費なんかのコストは大きいだろうな。細かい技術が求められていそうだもんね。次にシャンプーを見てみよう。市販のシャンプーも種類が多くてどれがいいやらさっぱりわかんないね。まあたくさんある中でも市販のシャンプーと美容室とかで売られているシャンプーの二つには分かれるだろ。安いのと高いのだね。販売価格が600円程度のシャンプーの原価は8円から10円くらいだそうだぜ。マジで、ほんとどうかしてるよ。そもそもシャンプーは水と界面活性剤が主な原料なんだ。ざっくり言えば水が 60% から 70%。そこに 30% の界面活性剤と残り数パーセントの有効成分。それが原価ってわけだ。何にお金がかかってるかっていうのはコンタクトレンズや化粧品と同じかな。50% 以上が広告宣伝費みたいだな。そして原価よりお金がかかってるおしゃれなボトルデザインと香りだ。CM に一流の女優さんたちが出てるもんね。じゃあ美容室とかで売られているシャンプーが恐ろしく高いのはなぜ？サロン専売品はそれぞれ髪質に合わせたシャンプーを製造するから多くは作れない。決して万人受けする中身じゃないから、プロが美容室でお客様に合うシャンプーを選んでくれるんだ。高いだけあっていいんじゃなくて、自分に合ったものだからいいのね。CM 効果もあって発売から半年で3000万本売ったシャンプーがあるのを知ってるか。なんだろう。そんなにいいシャンプーがあったの。資生堂の椿だ。でも国評も多い。自分には合わないからだ。なるほど。そうよね。1000個作るのと1万個作るのでは単価がびっくりするくらい違ってくるしな。一つの商品にまつわる話って深いなぁ。よし、続いては一軒家だぜ。スケールでかいねぇ。全国で建てられている注文住宅の平均的な建築費用は3308万円って言われてるけど製造原価は約1200万円だそうだ。差額が2108万円、これってどうなの？何をもとに高い、安いを言うのかだよな。注文住宅の家には定価なんてないし。値段をつけるのはメーカー側だし素人判断で何が適正かなんてわかんないぜ。住宅事情はもう少し先に現実的になったらでいいかな。戸建て住宅は基本的に手作りだ。大量生産ができない分選ぶ住宅企業の広告費や人件費など、様々なコストが自分の住まいにのしかかってくるってことだ。モデルハウスの維持費なんてなんでうちが負担しなきゃいけないんだって話よね。つくよを獲得するための受注費用が大きい会社はつくよのコスト負担率アップってことだ。営業担当者の多い会社はつくよの人件費負担率がさらにアップだな。みんな私の家のために働いてくれてるとか思っちゃうから、私は負担率増加間違いなしね。さあ最後は、iPhone だ。iPhone の原価、いくらだろう。販売価格が10万円くらいのものなら原価は3万円以下だぜ。でもさ、iPhone ってなんで高いのよ。それでも売れるからだろうな。なんだそれ。iPhone の値段が高すぎるっていう声はよく聞かれるけど。それでも新機種が発売されるたびに値上がりしてきたんだ。でも2019年 iPhone11 シリーズでは3機種展開にしてシリーズ全体の価格を下げたんだ。iPhone11 は10万円以下で購入しやすい印象だったよね。iPhone12 Pro の販売価格は117,480円からで Apple は原価率は発表してない。でも iPhone12 Pro の分解記事から内部の構成部品を分析した結果、原価は約42,500円と言われてるんだ。つまり iPhone12 Pro の原価は販売価格の約3分の1ってことね。韓国企業製の部品が多く使われていて原価率を安く抑えてるみたいなんだ。そうなんだ。Apple 社では商品開発に集中するために製品自体の製造は自社で行ってないんだ。製造メーカーでの生産を行うことによって自社工場は不要になるし固定費を大幅に削減することができるからな。出来上がった製品を発注元が製造メーカーから仕入れる形にしてるってことね。iPhone の原価率は販売価格の3分の1だと聞くと購入をためらう人もいるかもしれないよな。でも原価率は安くても iPhone はどの機種を選んでも高性能で長く使える機種だ。iPhone がなぜ高いのか。それは iPhone にはそれだけの価格を払う価値があるからだって言われてるんだ。iPhone が高い理由は iPhone だから。か。ジョブズの努力だね。ということで今回は原価が安すぎるものを15個紹介してきたがつくよどうだった。知らなきゃよかったわ。って思うけど勉強になったわ。くれぐれも原価を理由にぼったくりだなんてクレームを入れないようにお願いしたいぜ。店側の努力も半端ないんだもんね。原価との差額分だけ店が儲かってると思うと少し安心するって言ってた人がいてなんだかほっとしたな。そういう温かい気持ちで来店していただきたいわね。つくよが店を出したらぜひクレーマーゼロの店にしてくれ。オーケー、薄利多売をモットーに頑張りますか、ということで。ご視聴ありがとうございました。